はゆるーく Vlog を撮ったので、よかったら最後まで見てください。この前ちょっと仕事で箱根に行ってきました。まあこの時期なので、できればっていうか外には出ない方がいいんですけど、ちょっとずらせない仕事だったので行ってきました。わあ、きれい。星きれい。わかります。乗りたくなりますよね。食レポします。食レポ。サクサクです。味じゃないんだ。食感なんだ。シャクシャクです。お肉だよ。お肉大好き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 。お肉いただきます。きゃー、美味しそう。やっと今日やることが全部終わって一人で過ごす時間なんですけど、ちょっとルームツアーしていこうと思います。今日泊まるところの入り口入って、まずねトイレがある。で洗面所、なんかここシャワールーム、まあ温泉あるからいいんだけど。お部屋がこんな感じです。なんかすごいよね。で外が露天風呂付き客室にしてもらったので、部屋で露天風呂に入ろうかなって感じ。これなんだろう、なんだろうこれ。おー、すげー。わーすごい、めっちゃ綺麗。今日は満室だと思います。この時期だけどすごい綺麗、夜景いいね。箱根初めてなんですよね。ちょっとこの露天風呂に入ろうと思います。めっちゃ気持ちいい。こうやって一人で旅行のが向いてるのかもしれない。めっちゃ今すごいリラックスしてる。超楽しい。今は夜の11時ぐらいです。ポカポカしてきたので上がろうと思います。また明日の朝入ろうかな。上がります。めっちゃすっきりした。超すっきりしました。この後大浴場に行ってちょっと髪の毛とか洗ってこようと思います。なんかもうちょっとで YouTube の登録者数が20万人、まあ、まだまだだけど、 YouTube 始めてからインスタのフォロワーさんも今 5.9 万人、 Twitter は7万人いて、高校生の時も Twitter とかやってたんですけど、それを越してめちゃめちゃびっくりしてるし、 YouTube 始めたのが9月末
くらいだっけなんですけど、そこからもうなんだろう、こんなに早く登録者数とか自分に興味持ってくれる人がこんなに早く増えると思っていなくて、しかもすごいコメントもいつも面白くて、あったかいコメントばっかでめっちゃ嬉しくて、なんかほんと一時期は SNS がすごい嫌いだった時もあったんですけど、正直やらない方がなんか知ることが少ないからこそ幸せなこともあるから、まあとりあえず服とかちょっとでも知ってもらえる人が今より増えればいいなみたいな感じで始めたんですけど、なんかまたこうやって自分の気持ちとかを発信できるのがなんかやってよかったなみたいな、でもなんか本当に感謝してるっていうことです。いつも見てくれる人ありがとうございます。なんかたまにアンチにさムカついちゃうんだけどさまだ私スルースキルが完璧にあるわけじゃないから、たまにこうやってくさくさそういう風に言いやがってとか思うけど、でもそれ以上にめっちゃ嬉しいコメントばっかだから、優しい人たちばっかだから全然頑張れるし、みんながもっと今日もめっちゃ元気出たわみたいな感じの動画を作っていこうと思いました。髪の毛染めてからめっちゃ頭皮かゆいんだよね、めちゃめちゃ描いてる。いつもありがとう、みんな大好きだよ、本当に大好き、私みんなのこと好き好きピ好き好きピ好き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 ピー。フォロワーさんにもらった服起きてメイクしてます。なんかセザンヌのハイライトさすごいいいんだけどさ、かなり少量でさ光るからさ、なんか繊細な輝きの方がだったらやっぱこっちかもしれない。だからプールユネッサンってとこプールに行く。でも普通にめっちゃ食べちゃったからさ残りは便だけど、リップ本当にずっとリカフラッシュ使ってる。落ちないのがいい。一人で海外とか行ってみたいな。英語喋れないからさ、喋れるようになりたい。なりたいって言い続けて結局通わないから、行動に移さないってことはそこまでなんだよね。何においても本当にやりたいこととか好きなことだったら行動に移してるもんね。なんか寝起きよりさ1日経ってからの方がさむくみも取れててめっちゃ漏れるんだよね。寝起きマジ漏れない。もうしゃあないわ。朝風呂もいいね一人で撮るのむっついわ。もう外が本当に綺麗。ほらこういう自然ってめっちゃいいよね。エモいわ。もうチェックアウトの時間だから行こうかな。一人旅行っていうか一人部屋を満喫しました。ありがとうございます。ください。